もいいか？長っ。可愛い子ちゃん、次の場所に行きましょう。貸し出しの記録は自分でお願いね。あら、あなただったのね、可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら？それとも単に私に会いに来たのかしら？あら、人を喜ばせるのが上手ね。少し予想外だったわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか？おすすめの本？残念だけど、私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから貸し出しできないのよ。急に不穏な雰囲気が。そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。なあ、実用的な本だな。借りてみてもいいか？仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。腹が立つ。気のせいか、周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身のためだ。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。行くよ。アナ、かわいい子ちゃん来たわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。
そうね、今日を面倒な仕事で人生を無駄にするため初めて可愛い子ちゃんとお出かけした記念日にしようかしら。長っ記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね、この方に選んでもら…え、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。少しボロボロだけど中身は…あら、これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。さすが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。これは…あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が過ぎていたんですか。実はずっと持ち歩いているんです。リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。今度は、はい、わかりました、リサさん。では次の本を探しましょうか。見てらっしゃい。鹿狩りへようこそ。2名様ですか。3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたらいつでもお呼びください。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ、面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。最近ますます賑やかになってきましたね。早く注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。注文はできたかしら。じゃあ座って一緒にいただきましょう。味もなかなか。さすが看板メニューね。たくさん食べられないのが残念だわ。スタイル維持は魔女にとって必要不可欠だから。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。冒険者協会、他にご注文はありますか。いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン。すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。
丼ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。ここで最後よ。この二人。そういえば花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？無評花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると凍傷を起こすので気をつけてくださいね。本当にこれにするつもりですか？ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへのプレゼントです。リサさんへのプレゼント。タンポポは店長のフローラさんが一番す普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。あ、そういえばフローラさんもそんなイメージがありますよね。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。タンポポ？ここってタンポポが買えるのね。ジンと同じ爽やかな匂いがするわ。ありがとう。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。白の姫と六人の小人は覚えているかしら？それは、その…どうしよう…なくしてしまったんです。この前そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、ここ数日探しているんですがどこにもないんです。誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのならドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり、いつもはだらけてるけど。かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？ああ、わかったぞ。元素四角で手がかりを探してみよう。新鮮なフルーツはクオン果物屋だけ。怪我なら早く教会に行ってバーバラさんに見てもらった方がいいよ。安くできない？今夜はムーンパイにしようかな。
痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ。かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。可愛子ちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。